2020年に向けて開発が進む東京湾岸エリア、子ども向けフィットネスクラブや幼児教室などを運営するマイジムジャパンがグローバル体験施設マイビレッジをこちらにオープンします。こちらでは英語を共通言語として0歳児から高齢者までが交流できる世界で初めての施設ということです。アメリカカリフォルニア発祥のマイジムという0歳から子ども向けのフィットネスですね、を日本で展開を始めまして、で今日本国内11店舗、ハワイ1店舗で展開しております。今80名の外国人スタッフと一緒に運営しております。でこのオリンピックが2020に、開催されるということで、彼ら その外国人のメンバーと一緒に村ごとを作りましょうというようなプロジェクトで、オリンピックパラリンピックが終わるまで、こちらの方でグローバルビレッジ国際村マイビレッジを、運営させていただくことになっております。マイビレッジとはですね、日本人でなかなかこうシャイで英語の単語量なり英語の量を知ってたとしてもコミュニケーションとしてこう出すっていうところでついシャイになりがちでなかなか出せないっていうところがあると思います。でそれは環境とか周りのそのコミュニケーションを取る相手の動機づけの仕方によって変わると思ってるんですけども、海外旅行に行った時になんとなくこう英語のフレーズが出しやすくなるとかそういった空気感ってあると思うんですが、空気感ごと我々はこの村で作っていきまして、英語のバリアフリーというところを目指してオリンピックの際にはおもてなしができるような状況を作っていければと思っております。このマイビレッジの概要一覧ですね、まずマイジム、これはもう生まれて6週間から、メインターゲットが6歳までの、英語である英語の環境であるフィットネスプログラムです。ですね、1時間の中で歌があったりダンスがあったりで母子分離の時間があったりですね、規律を求める指示行動の時間があったりと1時間で15種目の、プログラムをこちらのマイジムのスペースでですね、ネイティブのインストラクターがとにかく動機づけをして進めていくというようなプログラムになっておりまして、続いてワークショップ、こちら大人向けの英語であるヨガであったりキックボクシングであったりとか、体を動かす種目であったりカルチャースクールっていうのを大人向けターゲットに展開していきます。でワールドスポーツ、こちらがメインは小学生向けにさまざまないろんな外国人、世界のスポーツ種目を体験習っていただくことで、世界にはいろんなスポーツがあるんだよということで、それをアスリートに直接教わることで学んでいただくようなクラブチームとなっております。でキッズラウンジ、子どもが自分が VIP になったような気分を味わえるような、ラウンジを、併設しております。でスタディールーム、こちらですね、個別教室のトライによる、英会話であったりとか文化的なレッスンを、こちらのフロアで展開していきます。でマイビレッジカフェ、これは世界の各国のいろんな文化的な、食事を子ども目線で、子どもへのご褒美フード的な要素コンフォートフードを交えて提供してまいります。こちらマイジムのプログラムです。英語、コミュニケーション能力、運動を総合的に学べるプログラムとなっています。1時間の中で運動やゲームを通しながら子どもたち体で英語を覚えていく、そんな感じですね。先生たちは全く英語しか喋らないんですけども、子どもたち一生懸命こう楽しく学んでいるという感じですね。言葉通じてますよね。日本語英語関係なく楽しんでいる、そんな感じです。子どもたち逆立ちの練習をしているんでしょうか。お、なかなか難しそうですが、できたできた、上手です。トランポリンです。上手ですね。平均台です。見事にバランスをとって渡っていますね。
クリアしました。子どもたちを見守るお母さんたちのスペースもあります。こういった見学のお母さんたちが楽しめるような、そんなプログラムも今後用意されていくそうです。こちらがキッズラウンジです。子どもたちが自由にお絵かきできるボードがあります。その隣には子どもたちが車座になってお話しするスペースもあります。キッズスパコーナーがあります。今2人の子どもさんがネイルアートしてもらってますが、ハリウッド女優みたいですね。Hello, how are you today? I'm good today. すごいですね。英語うまいですね。ありがとうございます。オリンピックを国際的に国際的な先進国日本として成功させるって意味でも、やっぱりそこはハートの部分とかおもてなしって言っても、実際気持ちはあるんだけどそれを出せなければ意味がないとか、でそういうようなちょっとした疑問点を全部解消するために考えてきてですね。だからなんとなくここがにぎわってくれるのはもちろんなんですけれども、ご利用いただく方がじゃあオリンピックまでには自分がちゃんともてなして、国際人としてウェルカムしようというような気持ちが少しでも反映させられれば、そこが一番モチベーションになってますね。我々がやらなきゃいけないことかなというふうに思ってます。豊洲エリアが一望できるテラスにやってきました。社長の言葉にもありましたが、英語を使えれば国際化というわけではない、自然に使うことができて表現することができないとおもてなしにはならないということですね。今日見学していて、子どもたちが本当に自然と英語を使っている、その環境に身を置いているということ、すごいなと思いました。私もこの村で英語に触れて、臆することなく英語を使って、2020年に向けておもてなし、国際的なおもてなしをしていきたいなと思いました。